皆さんこんばんは。元男の子の青木かのんと渡子です。いやちげえだろ、なんで渡子なんて女装してねえだろ。ああ渡るです。今回渡るくんを女装プロデュースします。ああそういうことね。ちょっと渡子デートしよう。いいわよ。なんだそれ。渡子腕組みます。はい。え、なんかやばいね。私の方が可愛いんじゃない。あ、負けたかもしれない。はい、気になる方は前回の動画見てください。お願いします、はい、今日はですね、外にいるということは、うん、来たね。はい、元高校球児で142キロの球速を記録した私とですね、彼氏の渡るくん、サッカー部出身が、今日は以前出したキャッチボール動画に引き続きピッチングをします。そのためにこちら、じゃん、めっちゃ綺麗。はい、キャッチャーミット、やばくない？てか初めて動画見る人からしたら、え、女のくせに142キロなんて、お前お金嘘言うんじゃねえみたいな言うかもしれないですけども、まだ信じてない。元男の子なんで、うん、え、信じてないの？信じてない。いや見てないからな。いや男子時代あっただろ。あ、まあそれはそうだけど、あの時にはもうさ、そのキロ数投げれなかったでしょ多分。あ、そっか、うん、どっちかっつうとなんか弱々しかったから。あ、まあね、うん、まあ今日はピッチングいきますか。いきましょう。はい、化けの皮を剥がします。私の、あ、私が剥がすのか、ちょっとおかしいな日本語。ちょ、調子悪い。はい、ということで、じゃあ軽くキャッチボールからしていきますか。やってみよう。はい、準備運動がてら。はい、今回は軟式ボールでやっていきます。おい、おい、わー、
1往復ぐらいか。30度ぐらいだよ。気分はどう？え、優れません。めっちゃ暑いね。え、だってキャッチボールしたいんだもん。いいじゃん。いいでしょ。後でアイスおごるから。子供じゃん。ガリガリ君おごるよ。ガリガリ君食べれば何でもできるからね。まあ、でしょ。ただ、そのキャッチボールするときはマスク外そうだって他の人が周りにいないじゃん。まあ、そこは配慮して。うん、っていう感じです。叩くんじゃないぞ。分かってるか。叩いてほしい。やめて。